大阪府屋尾市、山本町北山本町北は、大阪府屋尾市の町名。現行行政地名は、山本町北1丁目から山本町北8丁目。住居表示は、実施済み。住居表示実施時に、大技山本と周辺の大技の地名を変更し、山本町、山本町南、山本高安町などとともに成立した地名である。 住居表示実施直前の地名は大技、山本のほか大技中野の一部を含む、両政国一覧機内河地国、和歌江郡、山本神殿山和側の川の河違いとその後の神殿開発によってできた地域である。昭和時代になると、住友会所の近くから北へ約1キロメートルの範囲で住宅開発が行われ、その北の統地へ女学校が誘致され、 女学校の北へ小学校が移転した。その後学校の周囲も住宅地化し、大阪郊外のベッドタウンとして発展した。近鉄山本駅の北側約1キロメートルのところから北へは、東大阪市、境まで南北に細長い地域であり、玉串川に沿いに位置する。基本的に完成な住宅地である。 2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。